猫大躍進。猫内閣、ついに奇跡の猫民税 50% に突入。明日にでも人類と全面戦争に突入か。グレートキャッツビレッジに守護神降臨。電子回路に煮干しを混ぜることで相互理解を深めることに成功。交代のネジを外したことで我が前に敵なし。通信欄。将来楽しみなロリチャイナへ。あと4日ぐらいしたら万全の体制でお出迎えいたしますので。も、ちょっと待って。あと、牛乳はいただいた。肉球。にゃにゃにゃー、よくぞ来た我が2番じゃなくて3番。あれ、何番だったかにゃー。我々の価値観とか流行は株価のように変動するので、いい加減ストップ高だぜ。つまり、今が騎士マックス。煮干しは20円より上には上がりません。これが私たちにはなんとも、儲かるって言うから始めたのににゃー。いくらつぎ込んでも煮干し株じゃ限界があるっていうか。いっそのこと、次は小豆とかカイコに手を出してみっか。にゃにゃー、破滅の予感にドキドキするにゃー。はっはっは。いきなり遺言ときましたか。これだから、殴ってばかりのチャイナシスターはビーム一本も打てねえのです。いいかにゃ、覚えておくがいい我がライバル。世の中、お金こそパワー。つまり力さえあれば、お金は周りから奪えるという意味で、オッケー？にゃ、にゃ、にゃ、にゃ。痛い気な少女が幸せな夢から目を覚ますと、そこは謎の精神空間だった。ボンジュー、カンフルクのお嬢さん。突然のエンディングキャンセル、さぞ驚かれたことでしょう。さあ泣き崩れろ、取り乱せ、うろちょろしろ、投げすかりモーションからぶっ破しろ。にゃーんて、時間が止まっているからそんな自由はないんだけどにゃー。そう、なぜならここは貴様の精神世界。待って待って、すごく怖い。なぜ私の名前を知っている？なるほど、精神世界だった。対応力の化け物がよ、このチャイナ。しかし、いささか情報が古い、あるいは猫に優しすぎるのではありませんかな。私は猫歩くなどという平成の異物ではにゃい。リメイクという新しいパワーに目覚めたシャイニングキャッツ。倫理観をジュラ紀からペルム紀にアップデートした。これによって対戦ダイアグラム成績も向上。ほら、さすがに全キャラに対して0対10は軽動が過ぎるっしょ。なので同キャラ対戦に限り5対5になるよう調整してもらっている最中にゃんだよね、これが。ああ、あと目からビームを出す時の掛け声を改変した。さすがに今のご時世あの技名はやばい。まあいいや、細かい話は。私も事前授業で軸をさまよってるわけじゃねえ。